本当にさ、もうなんなの、マジで毎日毎日さ、もう、今日はさすがに、なんかもう、ショックだった。でもショックっていうか、なんかもう、なんなのって感じ。別に犯人探しするつもりはないからさ、打たれるピッチャーが悪いとかさ、一塁踏まない人が悪いとか、もうそういうことは言わないし、全く思わないけど、にしてもさ、なんかもう超スーパーウルトラ最下位の野球みたいなの見せられてさ、なんなの、誰だったら抑えられるんだろう、誰だったら抑えられるか本当に教えてほしい。向こうはさ、当たり前のようにね、山崎幸也が降りてからさ、川野、田中正義、杉浦、あと誰投げたっけ、池田君が復帰したんだ。みんな普通に抑えてるよ。うちらがさ、打てないからっていうのもあるかもしんないけど、本当にどこのチームもさ、ちゃんと抑えてるよ。危ないようなシチュエーションありながらもみんな抑えてるよ。なんでうちはこう毎日毎日誰が出てきてもさ、失点するんだろう。何先発が完投しないと勝てないとかさ、やばくない?渡辺裕太郎よくやってたと思うよ、本当に。もう途中で、7回ぐらいまでだろうなと思ってブルペンチラって見たらヤンと松本投手アップしてたけど、なんかどっちが出てきてもなんか怖いなって思っちゃったもん、正直。そんな思いたくないけどさ、怪しいなって思ったもん。案の定じゃん。いやー、なんか言いたいこと特にないんだけどさ、じゃあ動画にすんだよって感じなんだけど、この怒りとモヤモヤはもうどこにぶつけていいか分かんないから、もう動画にしようと思って動画にしたけどさ、配信でもいいかなと思ったけど、今日はもう西武ファンとしか喋りたくないと思って、今日この動画に対するコメントもね、もう怖いから見たくないんだけど、どうせ負けた日、こんなひどい負け方した日なんかな、12球団の人がね見てくれるのは分かってんだけどさ、コメント開くのが怖いです。もうね、うちらはやれることはやった。ファンはね、応援することとお金を使うことしかできませんから、今日もね2000円弱お金飲食して応援して、みんなチャンステーマも結構歌った、いろいろ。でももう1点は取れなかった。人少なかったよ、今日は。平日っていうのもあったし、チーム状況悪いっていうのもあってね、日ハムさんの方が応援席ギュッと人いっぱい入ってるなじゃないのっていうぐらいね、今日スカスカだったんですよ、外野が。だけど少ないなりみんなでね声を出して応援した。なんか選手は頑張ってるとかね、一番悔しいのは選手とかいうコメントが来るのも予想できるけど、私は選手は頑張っているっていうセリフはあまり好きじゃありません。選手が頑張ってるなんてよく分かってるからです。毎日球場に行ってればよく分かってます、私も。だけど野球選手に限らず、頑張ってるからって言って許される世の中ではありません。別に許してないわけじゃないですよ。選手に怒ってるわけじゃないんですけどね、どんなアイドルが頑張って練習したんでライブに来てくださいって言っても人は入らないでしょ、ね、めちゃくちゃ頑張って作ったんでラーメン食べてくださいって言って美味しくないラーメンだったら二度と行かないでしょ。そういうこと、頑張ってりゃいいっていう問題じゃありません。こっちも頑張ってるんです。私たちだって仕事頑張った後に野球場に行ってるんです。なので私たちは勝ちが見たい。何が悔しいって、毎日毎日ねホームで負けて、相手の二次会、相手の応援歌を背中に受けながら帰る惨めさが半端ないんだから。私は聞きたくないからね、速攻でイヤホンをさすなりして音楽爆音で聞こえなくなるとこまで離れるんですけど、もういい加減二次会もやらせてほしい。なんかどっと疲れた。発狂なのか説教なのか分かんない内容になっちゃったけど、心を落ち着けるためになんかいいことでも思い出してから動画を締めようかな。一塁踏まなかったね野村くんに関しては、今ここでこの失敗をしたら今後ね気をつけると思うから、もうこれはこれで
勉強というか経験ということでいいと思います。そして、まあ、渡辺裕太郎投手頑張ってると思う。正直ね、あのメンバー的には谷間って言われちゃうかもしれないけど、投げるたびにね良くなってきたし、うん、すごいよく頑張ってると思います。今日まあ負けがねつかなくてよかったです。お疲れ様でした。また次の登板も期待しています。あとなんかぼちぼちね、あの源田選手にヒットが出てきたのがね良かったなって思う。トンネルは抜けたかなっていう風に最近思います。良かったです。あとね、西川真也選手の最後ね、ホームランを阻止しようとするあのフェンスよじ登ってジャンプしたあの心だけでももう嬉しいよね。ああいう姿を見るとなんかみんな頑張ってる、本当に諦めないでくれてるんだなっていう風に思って救われます。はい。あと特筆すべき思い出すことなんでしょう。最後のがショックすぎてもうなんかあんま思い出せないんですけど、なんかこんないいことがあったよっていうコメントは大歓迎なんでお待ちしてます。あー、こんな日は早く寝よう、早く寝よう。もうこんなチーム明日の18時まで絶対応援しねえかんな。明日ベルナドームで待ってろ。またね。